ドムルトンでーす。今回はブリッツの新パッシブボディーブロックが強すぎるということについてやっていきたいと思います。まあこれね、どういう技かっていうと、自分自身の体で相手を通せんぼして角に追いやって身動きが取れない状況にさせるっていう技ですね。なんだろうな、わかりやすく言うと、もう満員電車でみんな身動きが取れない状況になっているみたいな感じに相手をさせるってことなんですよ。いやこれね、ただ動けないだけじゃなくてね、もうこれ精神的ダメージもあるからね。これ何かっていうと、毎日の通勤通学を思い出させるかのような体験させるから、もうだから月曜日体験キットみたいな感じ。もうこれで押し込んで、オラ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 つってボディブロックして、あ、これ毎日の通勤通学の満員電車の気持ちだってさせて、相手に、あ、なんつうの、精神的苦痛を与えて毎日月曜日を感じさせる最悪の技ですね。ガチで、あの、今回ね、敵にちょっと月曜日を感じさせていきたいと思います。とかね、こんなこと言ってるけどね、お前そんな技追加されてないし、また適当に言ってんだろ。あ、そうですよ、適当ですよ。はい、適当だけど、できるにはできるんだよ。皆さんね、俺こんな適当なこと言ってるけど、こんな適当な裏技もそろそろ800個目になります。すごいだろう、毎日アップデートが来てる男って言われてるだけあるだろう。800個だぜ。うおっ、ほらしゃ、ボディブロックス。ちょっと俺の動画でさ、マジでさ、特徴でよくあるのがさ、味方が有能だと俺の裏技阻止されんだよね、味方にボディブロックしようとしたのに。いや待って、俺は味方がついてこれない速度で。あのさ、なんでスピーカーでゲームすんなよ。イヤホンさせ、鼓膜に近い状況で音聞いとけよ。 FPS 4だったらダメだ。このラウンド相手スピーカーでやってるし、味方有能すぎて俺のボディブロックが、もうダメだ、もうサイコロステーキになるしかねえ俺最後。もう最悪だわこれ。ちょっと待って、次のラウンド絶対見せるわ。これは強すぎ味方が。みんなこれ適当に言ったって言ったから実装されてないと思ってるでしょ、ボディブロック。いや、ボディブロック自体は本当に実装されてるから見ててほしい。いや俺が今証明するわ。いやこれね、ブリッツでフラッシュ入れてから体で押し込むと、ほんと主婦でもできるんだって。マジで簡単。あ、でもさ、俺そういえば思い出したんだけど、主婦でもできるって毎回動画で言ってたじゃん。いやこれはママでもできるんですよみたいな感じで言ったらさ、俺がなんか勘違いされて、ママ活してると勘違いされたせいか、ツイッターのダイレクトメールがママ活まみれになってるんですよね。あの、違います。あの、表現であって、あの、俺ママ活してるわけじゃありません。レインボーシックスシージで使える技、みんな、ママたちに見せて、いっぱいか美人な人妻捕まえちゃうぞーなんて、違います。やめてください。あの、決してこれママ活チャンネルではないので、あのね、もし見てる業者の方がいたらやめてください。あの、違います。あ、この業者、同じ匂いがする。いや、業者じゃないです、僕。あの、ちゃんと裏技の攻略動画です。詐欺してないです。はい、これ自分にスモーク焚いてね、突っ込むんです。で、ボディーブロック。はっ!てめえが燃えろ!しゃあ!ほら、簡単にね、自分自ら火に入れるんですよ、ボディーブロックして。あいつ多分、カオンキに入りやすい体になりましたね。自分で焼け死んで骨だけになったんでね、もうあとはカウンティー行くだけですよ。そう、こうやってボディブロックして自分の罠で殺させるっていう技もあるんですよ。おい、何言ってんのこの野郎、お前、おら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 、しゃこのね、ボディブロックやるとね、自分の罠で死ぬ羽目になるんですよね。いや、これで弾丸も全部受け止めることができる。おい、なんでみんな黒って言うんだよ。この人怖いね、いきなり切れてどうしたの。ハムスター壁に投げつけてそう、怖いなりましたよね、皆さん。これがなんで怒ってるか分かりますか。俺がこうやって裏技やっても、どうせプライベートじゃ一切こんな裏技使ってないし、たまたまうまくいった動画をつなげて、いつもうまくいってます感出してるだけだろ。印象操作って怖いな。だからこいつは黒だみたいな感じで皆さん言ってるんですよ。いや、こいつ裏技黒ですよ、こいつ嘘ついてます。いや、もう黒だって言われたくないんで、明日もう白だということを証明するために、俺のチャンネルで16時、明日の16時生放送したいと思います。いや、ほんと俺のフレもみんな白だって信じてると思うんで、みんなのためにも俺は白だっていうことを証明します。任せてください、俺の裏技白です。え、うん、この人はスピーカーでゲームしてるね。え、ってかさ、煽り抜きでさ、
俺のブリッツ足音ない？さっきからほんとバレてないんだけど、俺もしかして無自覚にグリッチしてる？俺自身がグリッチになることだ。やばいよ、俺自身が不正行為になることだってなっちゃってる。 あとね、そういえばビラでなんかなんつうの、流れでやっちゃった技があるんだけど、スモークを自分に焚いて部屋の中に入る技見せたと思うんだけど、あれマジ強いからやってみよう。これもやるわ。いやもうさっき味方に殺されました。いやもうほんと考えられません。いやもう僕はもう悲しいです。皆さんね、これ味方の車線にわざと入って被害者面する裏技なんですよ。もしね、フレンドに気に食わねえなんかやつがいたら、わざとそいつが撃ってる弾道の間に入ってわざとやられて、いって、僕のこと嫌いなんですか？やっぱ嫌いですよね。いつも嫌がらせしてますしね。そうですよね。いつもね、何、僕がどんなプレイしてもいつも指摘しますもんね。そうですよね。嫌いなんですよね。そうですよね。つって言いましょう。これね、味方の車線に入って被害者ずらする裏技マジで強いので、人間関係に困ってて、いつもねこう強く言えない人が身近にいる、そういう時に使いましょう皆さん。これもね、生き生きやっても全然バレないので、意図的かどうかすらわからないんでね、ぜひやってください。え、もう一瞬解除した。え、なんかブリンクしたんだけど、どうした？マイブリンクやめてくんない？俺がやってるゲームレインボーシックスなんだけど。あ、待って、このね攻めでね、マジで強いブリッツの使い方を教えてあげる。これ本当に確定1キルのガチの技がある。ちょ、まあ、行くな行くな行くな、帰れ帰れ帰れ。ちょ、俺が見る、この行動すれば帰ってくる。あ、起動してくれるのか。マジで強いからな。あ、ていうか明日絶対16時生放送本当に来てね。実はね、大会が5月28日にあるから、そのためにウォーミングアップしなきゃいけないんだ。だから生放送する、みんなの前で。数億年ぶりですね。これやんじゃん、みんなが設置したがってんじゃん。これでスモーク投げて、おい行くよー、現地行くよ行くよーってすると、相手焦って裏取りするんじゃん。それをここでずっとじっとして待つ。俺は観葉植物観葉植物観葉植物来た。で、このボディブロック、おら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 で、やりたいとこなんだけど、これは放置、これは放置して、あいつは起こされる可能性もあるけど、まあ放置。バカバカじゃない、ドンマイ、ナイストライです。いや、ドンマイですね。いや、僕が盾ということが分かってるのに前に出ちゃいましたね。いや、でも惜しいですね。ドンマイ、ナイストライです。はっ、うえ、フラッシュの距離伸びちゃったからね。いや、このブリッツの使い方ね、やってほしい。上がハッチ閉まってたら、後ろの階段で待つのマジ強いから、やってみ。これ超強い。いや、もうこれからはもう、主婦でも簡単、確定1キルってやると、なんかもう、業者から目つけられるんでやめます。ん？この業者、主婦を狙っているな。こいつをママ活の D、公式 DM を使って、ママ活で引っ掛けるぞ。これは業者 VS 業者の戦いなんだ。勘違いされるんだ。やめてください。俺、業者じゃないんで、業者対業者みたいな感じでママ活 DM 送ってこないでください。詐欺師 VS 業者みたいになってるから、本当に頂上、なんかもうこの世の底辺の頂上決戦しちゃってるから、やめましょう。あ、自分で詐欺師って言っちゃった。はい、やめましょうね。ボロが出たね今ね。違います。俺は使える裏技を世に広めてるんですよ。これからレインボーシックスやってる人、引退した人も含め、このゲーム持ってない人も含め、俺は使える技を皆さんにこの世にインターネットを通して広めてるんですよ。俺いい活動をしてるんですよね。だから俺はこの世界レインボーシックスっていうこのちっちゃい檻みたいなね、この鳥小屋みたいなこの世界の、俺はね教科書なんですよ、この鳥小屋みたいなこの世界の。俺教科書になってます。ナイスジャッカル。いや、俺ね気づいた、ブリッツ足音ちっちゃい。だからこうやってラークっつって遊撃するのめっちゃ強い。カタカナ出ちゃったね。ラークですよ、ラーク。ラーク、ラーク。はい、ラークですね。ラーク。ラークがすごい強いですね、ラーク。覚えたてのカタカナ使いまくる中学生。え、俺もいない？あ、ナイス。なんかそのスモークっぽいよ。なんかブリッツ攻めてきそうな感じするね。このまま合流しよう。いや、ブリッツいいね。なんかモンターニュってね、体意外と細いからね、ボディブロックできないんだよ。てか、やりづらい。ブリッツはできるんだよね。お？穴作ったね。撃ってみるか？
待って、あのバーコード強すぎ。ちょっと俺の親戚みたいな名前強すぎ。待って待って、ちょっと俺殺させろ。いや、みんな言ってる。あ、待って待って、ね、みんな待って、待つんだ、言うことを聞け。聞かないね。はい、ということでね、俺がいればもう 4-0 で余裕ということで、まあ、プロゲーマー様の威圧っていうのはすごいということをね、皆さん、もっとですね、忘れないでください。メルトンでした。バイバイ。